茨城県出身、堀井美佐子25歳。現在研修生としてプロテスト合格を目指す彼女。研修生する前はどこにいたんですか？は大学生です。東北福祉大学。あ、出た。松山英樹を輩出した名門東北福祉大学ゴルフ部出身なのだが、実は私初心者で入ったんですよ。え、大学から？はい、これが稀なんですよ。稀っていうか、なんか高校の時にずっとバスケしてました。小学校から高校まではバスケずっとして、高校までは全国大会常連の強豪バスケ部でレギュラーとして活躍。なんで近年ゴルフを？なんかスポーツテストとかはもう全部オール満点だったんですよ。すごい。もう中学校の時多分3年間連続オール満点だからすっごい自信あって、最初からプロになりたいなって感じで東北福祉大入って、持ち前の運動神経でみるみる上達。プロテスト合格に向け練習に励んでいる。そんな彼女に今ゴルフで必要なことを聞いてみると、私に足りない、ゴルフで足りないものは多分自信なんですよね。アマチュアの時に3位とかになったんですけど、その3位ですらめっちゃ嬉しかったんですよ。だからもう優勝したら嬉しいんじゃないかな。ゴルフ人生初めての優勝を成し遂げ、自信をつけることはできるか。